Operators of a nuclear plant in Sancho, Japan had to deal with an incident soon after one of the facility's reactors reached capacity. The oil plant is the first to restart and generate power following last year's accident at Fukushima Daiichi. One of the thermometers set off an alarm a few hours after reactor number 4 reached capacity. It suggested that the temperature of the cooling water inside briefly rose higher than usual. The operator says other readings were normal, so it will keep the reactor in full operation. The number 4 reactor at Oi reached capacity Wednesday. Plant operator Kansai Electric Power Company restarted the unit a week ago. Oi's number 3 reactor resumed operation earlier this month and is also running at capacity. The two reactors have the biggest output of those run by Kansai Electric. The service area covers the country's second largest city of Osaka. We are now able to provide enough stable electricity. This is a big relief. Power saving targets will now be lifted in the service areas of three other utilities in central and western Japan. The government gave the go-ahead for Oi's restart last month, saying its safety has been confirmed. But a panel of experts is calling for a fresh survey of cracks beneath the plant to check if they are active faults. Oi 原発の直下に活断層がある可能性を指摘したのだ。岩盤がまあ大体50センチくらいこうずれているんですよ、これだけずれてるってことは新しい時代に動いたということを意味します。この指摘に原子力安全保安院は、活動性はないというふうにこれまで判断してきております。活断層ではないとする原子力安全保安院、果たして渡辺教授の指摘はどのようなものなのか。今回大井原発に活断層がある可能性を指摘したのは東洋大学渡辺光久教授、名古屋大学の鈴木康弘教授とともに資料を精査した。これまで島根原発の周辺や敦賀原発の敷地内の活断層について調査、原子力関連施設と活断層について検証を進めてきた専門家だ。大井原発の中のどこを通るどういう断層なんでしょうか。大井発電所のこれ1号炉、2号炉、3号炉、4号炉ですけど、2号炉と3号炉の間にあるこの F6 っていう断層ですね、この敷地内にある F6 っていう断層が活断層である可能性があるということです。渡辺教授が指摘したのは大井原発の中央を南北に走る長さ900メートルの F6 と呼ばれる断層で、盛んにその大丈夫ですという証拠にされているのがこちら側のスケッチです。南側ですか。南側です、この断層について関西電力はこれまで岩盤がずれていないので活断層ではないとしてきたが、渡辺教授の見方は違う。この反対側のスケッチですね、北側ですね、これおかしいじゃないかと。渡辺教授が原発の設置許可申請書を精査して確認したのが原発北側の岩盤のスケッチ。岩盤がまあ大体50センチくらいこうずれているんですよ、でその上に乗っている砂利の層もですね、ほぼ同じくらい50センチくらいこうずれているので、この砂利層が溜まった後に F6 という断層が動いたように見えるということですね。渡辺教授は岩盤と上に積もった茶色の砂利の層が同じ量だけずれているので、比較的新しい時代にこの断層が動いたのではないか、つまり活断層の可能性があると指摘する。さらに F6 以外にも原子炉の真下には小さな断層が10本ほどあるという。1号炉、2号炉、3号炉全部こう真下にあるわけですよ、こうやって、でこういうのもひょっとしたら活断層じゃないかと、そういう疑いがあるということです、原子炉本体は相当頑丈に作ってるかもしれませんけども、建屋が壊れたら配管が全部切れてしまいますので、もしその
原子炉直下のものが動いたら相当甚大な被害が発生すると思わざるを得ないですね。その危険性があるので、ちゃんと調査をしてくださいと申し上げているわけです。安全が確認されたものは再稼働していいと思ってるんですよ。ところがこれは確認されてないと、まずだからここ行っていただいて調査をして、確かに活断層ではないんだということを私たちに示してくれればいいです。大井原発の下に活断層があるのではないかという渡辺教授の指摘について、原子炉の構造に詳しい後藤正志氏は、大きな力がかかるのは建物自身が壊れる可能性、あるいはそこまで壊れなくてもですね、傾く。一番心配なのは制御棒が入らなくなります。もし制御棒が入らないと核反応止まりませんから、でそのまま普通にメルトダウンじゃなくてチェルノブイリ型になる、爆発を起こして、これは活断層ではないと言い切れなきゃダメです。そうでないとプラント側としてはとても許容できません。国の指針でも地震で動く活断層の真上に原子炉を建ててはならないとされている。渡辺教授の指摘に対して関西電力は我々の取材にこう答えた。当社は3、4号機増設時の1982年の調査や2006年の耐震性再評価でもこの断層が少なくとも活断層と断定できる時期に動いていないと評価している。この結果は国にも確認いただいています。原子力安全保安院は渡辺教授の指摘する活断層の可能性についてどう考えているのか、大井町にある緊急事態に対応する際の重要拠点オフサイトセンターを訪ねた。ああ、電気つきました。これ広いですね、これね。そうですね。大井町にある原発の緊急事態に対応する重要拠点であるオフサイトセンター。でそれぞれ、医療班であるとか広報班、総括班、はい、そういった、プラント班、はい、そういったところでそれぞれに分かれてですね、で情報収集したりまたは避難計画を立てたりとかですね、はいはい、でそのような形で、いろいろと対応していくと、はい、大井原発にその敷地内に断層があって、はい、どうも活断層の可能性があると。それは一応原子力安全保安院の方で、審査をした結果、活断層ではないということで、結論が出ておりますので、それにつきましても先日県の原子力専門委員会の方にも報告させていただいて、それは妥当であるという評価をいただいているというふうに我々は認識しております。安全性は確保できていると、そういうお考えですか？そうでございます、はいはい。写真とか見てもらっても分かるんですけどね、見るからに危ない感じなんですよ、はい、それでね、例えば、急な崖の下にね、電源、最後の、頼りになる電源車を、ね、置いてあるとかね、そういうの、はい、僕らこれ大丈夫なんですかって聞いたんですね、はい、したらいやコンピューターで計算したら大丈夫なはずですって言うんですよ。でだけど誰がどう見たってあんなところに自分の家は建てないですよね、って言ったら黙ってましたけども、そしたらね、ついこの間分かったんですけど、やっぱり電源車をね、こう危ないからって移動したんですよ。いくつかに分けてね、分散しましょうなんてやってるんですね。つまりも言ってることはコロコロ変わるし、我々のような素人から見てこれはいかにも危ないだろうっていうようなことを平気でやってるって、それは結局ね、全部コンピューターと文書なんですね、計算したら大丈夫でした、もうそれだけなんですよ。ですからもう本当にね、これ全然信用できないなと。そもそも保安員がやってますからね、癒着でもう電力会社の言いなりになってたっていうところが未だにやってるっていうですね、もう走行を変えないとどうしようもないですよね、はい。そしてこの大井原発の下に活断層が、そうなんです、また新しい問題ですね。これ大井原発ですけれども、海に近い方から1号機2号機そして再稼働が間もなく決定する3号機4号機ですが、この2号機と3号機の間に F6 と呼ばれる断層がありまして、これが活断層の可能性があるというんですね。さあこの F6 断層ですけれども、横ずれ断層という動き方をするタイプだと言われていまして、こういうふうに力がかかります。でこの力がかかると地面が水平方向にこうずれるのが横ずれ断層で、阪神淡路大震災を起こした野島断層と同じタイプだと見られているんですね。さあその野島断層ですけれども、淡路島のこの場所ではこういうふうに地震の後亀裂が入りました。水平方向に1メートルぐらいずれています。
で下からの写真で見てみますとここに塀がありますね。これもともとまっすぐな塀だったんですよ、ここがね。それが1メートルぐらい大きくずれていると。ただね、すぐ近くにあるこの建物はほとんど無傷と。これ狭い範囲で被害が出るのが横ずれ断層の特徴なんだそうですけれども、逆に言えば真上にあれば大きな被害が出ていたかもしれないということですね。さあ、その上で大井原発の断層を見ていこうと思いますけれども、まあ、十何本あるんですが、1号機の下、これ完全に断層が走っています。 F6 はこの長い断層ですね。で、再稼働を決定するとみられる3号機、4号機の地下にもやはり断層はあるということで、まあ、近くにある球磨川断層っていう大きな活断層がもし動くと、この断層も動く可能性があるということで、専門家は再調査を求めているんですね。それからこちらの敦賀原発に関しては、裏底断層、これ動かないと見られていたんですけれども、今はこれが活断層であることが明らかになっていると。で、この原発の真下にある断層も、つまり活断層の可能性が今出てきているということなんですよね。まあ、こうしたことを見ると、その活断層の調査審査大丈夫だったのかなと思ってしまいますが、 Japan sits on some of the most unstable land in the world. Major fault lines surround this island nation, and they've triggered earthquakes for centuries. The land underneath the country's nuclear plants is supposed to be stable, but there are fears about the seismic activity below at least one facility. The operator of the Shika plant in Ishikawa Prefecture has begun investigating the presence of a fault in the ground under the facility. The fault runs over a length of 300 meters, some 250 meters below reactor number one. Experts say it's very likely to be active. The utility will dig a tunnel below the reactor to check for traces of seismic activity. It will compile a report by January. All units at the plant are currently offline, but residents say they're concerned. I don't want the reactors to be restarted because we don't know what can happen. They should have investigated the fault much earlier, before we even had this kind of debate. NHK World's Yoichiro Tateiwa is covering this story for us. Yoichiro, we've just seen some of these angry residents, obviously, in living near the Shika plant. In some ways, very much understandable. People finding out about this kind of story after that Fukushima accident. Shika has been operating for almost 20 years. Why are we hearing about it today? Well, obviously that the Fukushima accident is one reason. The government ordered nuclear operators to make sure the land under their plant is stable. But the concerns about the Shika plant predate last year's disaster. The Hokuriku Electric Power Company applied for permission to build the plant in 1987. The document used for that application include figures showing the shapes and location of fissures running under the site. The company researchers said those fissures wouldn't pose any problem. The government approved the plan. Then in 2006, the government revised the quake resistance guidelines for nuclear plants. The order operator to examine active faults around the facilities. The company's engineers carried out a drilling survey in 2008 to reassess 20 faults near the Shika plant. But for reasons unknown, they didn't include the fracture zone in question in their survey. Now, what happens if investigators discover the fault under the plant is actually active? If that's the case, meaning the fractured zone could move and trigger an earthquake, the operator wouldn't be allowed to restart the Shika reactors. You know, and it wouldn't be forced to shut. It would be forced to shut down for good. Mm-hmm. The government guidelines for nuclear plants do not allow utility to build or operate those facilities above active faults. The nuclear industry is under great scrutiny in the wake of the Fukushima accident. The operators now have to make sure reactors pass new safety tests before they can bring the units back online. Two of Japan's 50 commercial reactors are running right now. But there is a possibility that facility, the oil plant, also sits on active faults. Mm-hmm. The government has ordered always operators to do comprehensive check. The government panel that investigated the Fukushima accident, we broadcast and point out in their report this week, that
Japan is prone to natural disaster, and that's the government and the operator need to change their attitude toward disaster preparedness. All right, Yoichiro. NHK World's Yoichiro Tateiwa.